はい、こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、チャートを見ながらいろんな分析をしているわけなんですけども、その分析指標が見つからないってこともあるんですよね。で、逆にですね、分析指標が見つかりすぎて、それぞれの分析で相反する分析ができちゃうってこともあります。で、移動平均線ではセルなんだけども、フォーメーションだとバイだよ、みたいなね、そんなことも起きてくるわけなんですよ。まあ、ですんでね、やっぱり決断っていうのは必要です。うん、そうならないかもしれないけども、今回はセルで行ってみようとかね。そうならないかもしれないけども、今回はバイで行ってみようみたいなね。だからこそロスカットラインっていうのはエントリーとワンセットであるわけなんですけども、今回ですね、私はね、基本的にはセルに向かうんじゃないかなと思ったんですけども、昨日お話したチャートの動きがありましたね。あれによって私はね、バイの方に行くんではないかなと。そのバイの方に向かう前兆としてのレンジなのかな、もしくは小幅なセルなのかなとも思ってしまうんですよね。そして財政出動ですよね。バイデンというアメリカ大統領が生まれて、財政出動がね、結構派手に行われるんですけども、昨日の国会でもね、日本の財政出動はもう第3次補正予算の成立を待つだけで、修正組み替えはないような感じですよね。非常にね、いい指摘を野党の方が結構されて、対案もガンガン出されたんですけども、まあ与党のね、頭の固さというか、既得権益化というかね、本当だらしないなと思いましたね。まあ、このまま第3次補正予算はわけのわかんない内容のまま変わることはないでしょう。ということで、そうなると私はドル高が走るんじゃないかなと思うんですよね。これから円は安くなって、要するにチャート上で言うと、ドル円のチャート上でいくと、こういうふうに倍の方向に変わっていくんじゃないかなというふうとも考え始めました。まあ、こういうふうにね、私がファンダメンタルを言い始めたら、まあうまくいかないんですよ。ずっとテクニカルを信じてきて、6対4で4割負けて6割勝つみたいな手法だったのに、ファンダメンタルが入ると、もう完全にね、テクニカルってものを無視して、どっちの方向に動くかってことになってしまうんですよね。うん、だからまあ迷ってるなと私は思うわけなんですよ。さあ、その迷いの中でも、やっぱりチャートは見ていかないといけません。今日は水曜日ですよね。ですんで、水木金でもうワンエントリーするところをちょっと選んでいかなくてはなりません。場合によっては2エントリーですね。やっていかないといけないです。ちなみに2エントリーのうち1つ、一方的な方向に動くときは、私はね、どんどん、追い玉を設けていきます。追い玉ってのは要するに、セルの方向にバーッと動くときに、ロット自体を増やすんじゃなくて、ここで1ロット、追加で1ロット、もう追加で2ロットみたいな感じで、どんどん追いかけていって、ポジションを同じ方向にバシバシ持つっていうことなんですよね。そして決済は一気にするわけなんですよ。で、これが私の得意技なんですけども、これはそうですね、FX の中級編の方で、実践をお見せできるところがあると思いますんで、FX の基礎講座を終わって、今度中級編っていうのをね、お届けするときに、一つ目はエリオット波動、もう一つは、フォーメーション分析、あとはずっと実践です。実践で、朝の相場解説じゃない、もうちょっとね、しっくりじっくりしたやつをガンガン流していこうと思いますんで、こちらの方ご期待ください。それではね、今日の相場解説、前置きが長くなりましたけども、始めていきましょう。画面を切り替えます。はい、まずはデイリーですね。デイリーで迷いが出てくるのはここなんですけどもね、こういう風に横ばいに行くでしょ。で、こういう風なずっと引いてたじゃないですか。今になってね、ここなんですよ、注目されるのは。そして移動平均線は真横に入っています。だから迷うわけなんですよ。真横に入った後に、このトレンドラインを無視してですね、フォーメーションを無視して、上にズバッと抜けることっていうのは、今まで何回も見てきたんで、そういう風な予測不能な事態が起きるんじゃないかなと思ってます。大きく見ると、ここをこういう風に関わってくるかな、N を書くようにね。まあ、上に向かってのブレイクが始まるっていうふうに私は考え出したってことなんですよ。この根拠が随分ね、私として甘いなと思いながらも、否めないんですよね。で、波動的に見ると、下から入ってきたのが、こういうふうに上に行って、もう、横にこうですよね。だからこう上に抜けるようなジグザグ波動が見えるわけなんですよ。これはちょっとね、エリオット波動の方で、細かくやっていきましょう。次、1時間を見てみます。あれ ?1 時間は、ここか。はい、1時間なんですけども、移動平均線、下の方に向き始めましたよね。それまでは横ばいだったわけですよ。その前はというと、下から入ってきたんですよ。うん、で、この下から入ってきた今丸をつけたところよりも、大きな流れで、下に向かいましたよね。だんだん、小さくなるのかなって感じなんですけどね。だから収束していって、ブレイクを上にっていう風な1時間での分析もできます。だからこれね、もう一つの分析の仕方としては、
ゾーンがここにあるとしてね、そこまで降りるんではないかなと。そしてここ陰線と陽線が双子のように同じのが作られてますよね。しかもヒゲまで似てるんですよ。これですよ。これってのは転換を意味することが結構多いんですよ。ね、よく覚えておいてください。こういう風に来て転換を意味してヘッド&ショルダーみたいなことを書いてね、ネックラインここですけどもね、ぶち破って大きく下に行く。これも一理なんですよ。さあどっちを取るかってことですよね。まあ両立てして動いてきた方と逆方向だけを、ロスカットしようかな。ちょっと難しい方法なんで皆さんにお見せできないかもしれませんけど、まあ今日はね、そんな迷いの残る相場解説になりました。あ、ということでございますけども、今日はね、私もね、こうだとは言えないです。やっぱりね、ファンダメンタルが入ってくると本当に決断できないんですよ。だからね、テクニカルオンリーで行った方がいいと思います、というふうな反省の一日でした。今日はすみません、参考にならない部分が多かったと思いますけども、あのチャートを見る前にお話したことっていうのは非常に重要ですから、心に留めておいてください。それでは今日はエントリーしないかもしれません。いってらっしゃい。